はトップロープに足をかけながらの高さ抑え込みです。そうですね、バーブレフリーは見えてなかったんですよ。ああでもこれも結果として3つ入りました。してあったりの上谷です。ちょうどそこで、レフェリーの位置と死角だったんでしょうかね。で今足はトップロープに大江さんかかってましたもんね。そうですね、いろんな、またこれが上谷の新たな戦い方でも大江さんあるわけですね。そうでもね、やることがね、上谷はその後半でね、すごく高いテクニックを持っていた、試合展開の時と、はい、今こうやって黒を身にまとってね、のやり口というのはやっぱ頭の良さというのがね、そのままへ継続している感じがしますね。ただなんか悪いことをして、ただなんか狂気を使ってとかじゃないですよね、うん、技術的な中で、まあ、もちろん、ね、悪い表情悪いことしてますけども、しっかり決める、ね、3つ取られたということには変わりないですよね、はい、でレフリーのブラインドもついたりね。いやちょっとだからね、知能が高いですよね。お、マイク？世界ってそんなもんなんだね。白川美奈、ちょろすぎ。ちょろ？ちょろすぎ？舐めすぎ。まあまあまあ、今日チャンピオンとして負けたのはすっごい悔しいから、必ずこの借り返してやるよ、きっちりと。上谷、 Nobody wants you, Everybody wants me now。 このまま3カウントが入りました。14秒、勝者コナミ。リング上は真っ黒に染まります。あ、レディも今戻ってくれた。いや鹿島も今日は本当に奮闘したんですが、いやね、気持ちは非常にあるんですよ、はい、もちろん技術も持ってますしね、うん、ただちょっとその技を集められた時にどうしてもその体格的に ねダメージを人よりも多くもらってしまうところはありますよね。はい、何が首里を守るだって、お前は一生逃げ続ける運命なんだよ。ああ立ち向かっていきましたが、でも気持ちは本当に見せているんです。今までならね、ああいう声出してね、立ち向かっていく姿勢はあまりなかったんですけどね、はい、鹿島にも守るべき人がいます。ヘイト、渡辺桃もできる。まずな、お前らの持ってるゴッテスのベルト、サキと一緒に取り返すからな。そしてコナミ
お前はその後だ。首を洗って待っとけ。目標が明確になりました。まずはゴッテスのベルトを取り返す。鹿島さきと首里が組んで首里の挑戦表明です。ガッチリ決まりました。ここで止まっているわけにはいかないと花運。まあ場外一つね、あの大きいの食らったのありましたけども、やっぱ最後は花はまとめ方が上手ですよね。もう決めるとなればしっかり決め切る力というのを、そうだから決めに来る時のその全体的な自信というものもあるんで、まあ、バックドロップホールドでもありますしね、うん、まあこれもまあ朝日にとって経験ですよね。でもなんか中盤でエルボーをやり合いしてたじゃないですか、朝日と花が、はい、なんかその時からもうなんか、あ、ハナン勝ちそうだなっていうのがちょっと見えた。気持ちがちょっとやっぱりハナンの方が全然強い。天崎は、天崎ってもっともっと感情的になれる人なはずなので、多分それが今日ちょっと足りてなかったなって思いました。白川選手、もう本当エルボーの打ち合いの時おっしゃってましたよね。ここで天崎はこんな引いちゃダメだ、もっと行けよって言ってましたもんね。多分その気持ちの差だと思います。あ、お、 IWGP 女子王座のベルトを安住に見せつけます。安住は岩谷越えを、まあ、今年宣言していますが、このベルトをかけて戦おうということなんでしょうか。お、え、こんにちは、私の名前はタイムレストニーストームです。うわ、来た、久しぶりです。白黒映像日本。Did you forget about me? Stardom, do you remember who I am? Because I have never forgotten you. I have done a lot in your land and I will always respect Japanese pro wrestling, but there is one thing that I must do. In 2017, I became the World of Stardom Champion. Some say it was a mistake. I must prove that it wasn't. October 5th, Nagoya, I challenge you, Mayu Iwatani, for the IWGP Women's Championship. Mayu-san, you are the icon of stardom. You are the icon of Joshi Pro Wrestling. But you couldn't even wash my diaphragm. I will become IWGP Women's Champion.And I will ruin your life. Stop your watch and smash your clock. Stardom is now timeless. Chin up, tits out, and watch for the show. なんと、トニーストームが挑戦表明。すごいですね、これは。いやもうトニーには悔しい思いをしていますからね、はい、岩谷真由は何を言うか。大阪の皆さん、こんばんは。すごいすごいすごいことになりましたね、トニーストーム。ちょ、ごめん、目が悪くてさ、何月何日って言ってました？名古屋？9月？10月？10月の名古屋何日ですか？改めまして、10月5日、名古屋大会、自分は名古屋で赤いベルトのチャンピオンだったときに、2分
30秒で怪我して肘脱臼してトニーにベルトを取られました。10月5日名古屋、自分のトラウマも乗り越えてトニーストーム完全にスターダムのアイコンである岩谷真由が勝ってこのベルト防衛しますんで応援よろしくお願いします。安住、このベルトは誰の挑戦でもいつ何時でも受けるけど、トニーストームに勝ってくるからちょっと待ってて。安住に誓うから、いや、ここにいる会場もペーパービューをご覧の皆さんも世界中にも IWGP の真のチャンピオンは岩手真由であることを誓います。応援よろしくお願いします。2017年9月の悪夢を岩谷が払拭できるかという大きな試練ができました。いやー、プロレスって本当に戦の戦いなんですね。当時8代目の王者、赤いベルトの王者だった3度目の防衛戦、はい、岩谷真由怪我、試合中の怪我原因で2分で負けてるんです。それで9代目のチャンピオンになったのがトニーストームなんですよね。わあ、すごいなあ。前 AEW 女子世界王者でもありますトニーストーム、死に物狂いで守りきりました。しがみついてでも渡さないと話したそのベルト、最後は葉月にしがみつきながら3カウントを奪いました。いや、夏恋も多分もう体力的にもメンタル的にも多分ギリギリだったんでしょうね。あ、これで初防衛成功ということになりましたが、大江さん、はい、まあ、もちろん王者と挑戦者の対決ではあるんですが、それを超越した戦いが見られましたね。そうですね、あのもちろん最後の技、まあ、もうあれやるしかなかったんでしょうね。だけど、うん、その技のあの出しどころ、うん、あの入り口入るところではちょっとあの うまくいかなかったりしましたけど、結局あの対戦になって3つ取れたというのはやっぱりチャンピオンの1つ2つの強さ、はい、まだその強さが残ってたということですね。あとはあのその前にあの葉月かけようとした技って何だったんですか、ね、なんかあれになんかちょっと何か思いがありそうだなって思ったんですけど。そうですよね、普段の入り方と、はい、なんだろう、違いましたよね。だからそれを見てここ隙ありじゃないけど、ええ、ナスコ、まあ、そっか、判断力があったからまだそうですね、記録と脳は生きてたんでしょうね。悔しい葉月、そのだから本当一枚本場の差だったのかもしれないね、はい、だから逆に葉月があそこでそっちに傾いてたら葉月が取ってたかもしれないし、あれ決め切ってたらね、ね、はい、葉月さん顔上げてください。葉月さん、最後だなんて言わないでください。妬みとか
そういう憎しみとかそういうのを葉月さんになかったし、だけど今日戦って葉月さんからこのベルトへの思いがまっすぐすぎるぐらいに伝わってきます。共演してた葉月さんのファンの人たちは今日で終わってほしくないと思います。もいもまた何度でも葉月さんとこのベルトをかけて戦いたいです。これからもよろしくお願いします。今は何も考えられないかもしれません。ナジボーイ初防衛達成しました。私はこの桜登場です。言葉はなしでテクラが去っていきます。何をナツポイの耳に語りかけたんでしょうか。改めまして第23代ワンダーオブスターダムチャンピオン、ナツポイことナツポイです。ナツポイのベビーホワイトストーリー、まだまだ始まったばっかり。これからまだまだ戦いたいと思ってる人たくさんいるから、みんなこれからの
ベビーホワイトストーリー楽しみについてきてください。今日はありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。がっちりと掴んだまま初防衛成功の中野カム。返り咲いた一番星、まだまだ輝き続ける必要があります。最後は2人こうして並んで仰向け状態です。まあ、タムが戦前ね言ってましたけども、前輩のチャンピオンが5スター全勝のマイカに勝ったらもう誰も何も文句言わないだろうとね言ってましたけども、いやー今日の試合はお互いかなりステージをね超えたところにありましたね。本当にどうするんだろう、どうなるんだろうっていう最後までそんな戦いでしたね。すごいな。どっちにも勝ってほしいと話していました鈴選手、今のお気持ちいかがでしょうか。いやー、ハムか、もう何とも言えない気持ちだね。すげえものを見たよ。白川選手は当然悔しい思いもあるかと思います。いかがでしょうか。そうですね、まあまあ、やっぱり今私は前かとね一緒にいるし、前かのことを支えたいと思ってるから悔しいけど、まあ2人とも本当超人ですね。最後立っていたのは中野タムです。この赤いベルトに全てを捧げる覚悟はできている、そう望んだ初防衛戦でした。これが中野タムの輝きです。続きまして勝利者との引き上げをされます。いやちょっとリングをこの後引き上げるのも大丈夫かと思うほどの大江さん、はい、左足の痛み具合ですね、左膝ですね、はい、今気張ってるからいいですけどね、はい、敗者も勝者も勝者もね、これはもうちょっと今日夜なんてどんな状態なんだろう、相当ですよ。気抜けたらもう全部ね痛みだとかいろんなものがドーンと乗っかってきますよね。氷嚢をもうサポーターの中にこう差し込んでっていう措置を施している中野タムです。マイカも首冷やしてますよね、マイカもそうですね。明日サイン会大丈夫か。マイカなんでそんなに強いの。スターダムにマイカがいてくれて本当によかった。マイカ、スターダムを守ってくれてありがとう。でもこれからはタムがマイカよりもっともっとスターダムのこと照らしていくから、スターダムもベルトもずっと守り続ける。だからまた挑戦しに来てくれないと嫌だからね。中野タム、お前なんちゅう顔でこっち見てんだよ。おい、お前5スター全勝優勝した私に勝ってんだぞ、笑ってろよ。
まあでもお前とやっと戦えて、赤のチャンピオンらしい顔つきになっちゃって、まあでもまたメソメソピーピー泣いてたらすぐにそのベルト奪いに行くからな。サムロード第2章始めていくには戦わなきゃいけないやつがいるよね。ギャル鈴木すずあんただよ。1年も待たせた。お待たせ。やろう。久しぶりにお前の顔近くで見たけど、やっぱりブッサイクだな。待たせすぎだよ。お前が欠場してからお前のその憎たらしい顔面を忘れたことは一度もない。本当にお前のことが憎くて憎くて仕方なかったんだよ、こっちは。もう満足でしょ。タムロード第2章は来ないよ。私がお前が後悔のないようにお前の全てを終わらせて、この赤いベルトを自分の腰に巻くから、お前ら期待しとけよ。
そのつけまつげ全部むしり取ってやるよ。皆さん、今日も長い時間私たちと共に戦ってくれてありがとう。いろんなさ、生きている中での理不尽なこととか、辛いこととか、嫌なこと、どうしようもないこと、そういうのあるじゃん。でも、全部スターダムに持ってきてくれたら、私たちがみんなの気持ちも背負って戦うから。だからこれからも一緒に戦ってください。最後にみんなの声聞かせてもらってもいい？ありがとう。